Hey guys, jumping back in with Nemophila behind the scenes at the Zep Tour. What a band and what a great cover that was they uploaded today. The hardest working band out there. All right guys, let's jump in. And I think it looks like it's going to be each member, so super cool. いやなんだかもう終わってしまうのかっていう気持ちですね。なんかこう最初は正直プレッシャーとか今までやったことないことだらけだったからどうなっちゃうかなと思ってたんですけど、今となってはもうこのまま毎週続いていたいと思うくらい楽しい台湾ツアーにさせてもらったなと思っています。特には大阪のラウドネスさんとのこうコラボで三原さんにこう、あ、みのるさんです、みのるさんにこうがっちりホールドされたのはめちゃくちゃ記憶にもう残ってますね。 That would definitely be a sweet memory, huh? Play with loudness. If you guys hear birds in the background, I have my window open. Usually they're not loud at night. I don't know why they are tonight, but anyway. はい、嬉しかったです。そうやって思い出すと、まあ本当初日なんですけど、まあネモフィラそんなにみんなで食事できる機会って今までなかったんで、福岡でやっとこうみんなと水炊きを食べれたんですね。で、あの2個あって1個はあの想像以上に葉月さんのお酒の回りが早いからあのめちゃめちゃ酔っ払って真っ赤っかになってんのが、面白いなと思った点と、あのチャッキーさんも酔っ払ってたんですよ。でその日結構あのスパークリング日本酒みたいに飲んでて、まあ、まあまあ強いじゃないですか日本酒だから結構酔っ払ってて、水炊きを、まあ、私が自分でよそうとしたら「ああいいよ」って言ってよそってくれたんですね。で私は結構葉っぱが食べたかったんですけど、チャッキーさんなぜか葉っぱを避けてですね私に装うので、ただ自分で、あ、次こそ取ろうと思った、いいよやってあげるって多分覚えてないですけど本人はっていう、あの葉っぱが食べれなかった話です。もつはあの牛もつを私そのツアーじゃなくてちょっと前乗りしてた時にお土産で牛もつ買ってってたんですよ。それぐらいです。現地でツアー中には食べれてないですね。いやーついに来てしまったファイナルはですね、まあお相手がロットンさんなんで、あのものすごい勢いと圧で来られると思うので、負けじとネモフィラ魂をですね、燃やして頑張ろうと思います。いやもういよいよ、talking about her getting drunk. You know, this is just a super cool little documentary, guys. So I look forward to the next part, guys, and we'll see you soon. Have a great night.